こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。今日は私の競馬論、やっていくわよ。おお。今日は何をやるのかしら？今日は2023年に南関東3冠に挑戦する無敗馬ミックファイアが3冠最終戦のジャパンダートダービーを勝てるのか考察していこうと思うんだけど、かなり話題になっているわね。ただ地方と中央の壁が大きいのは事実なんだけどね。ちょっとそこら辺を度外視している夢見がちの競馬ファンがいるのも事実だけどね。そうね。またちょっと判断を鈍らせているのが、ぶっちぎりでミックファイアは5連勝で羽田杯、東京ダービーを制しているところね。無敗というのはかなり価値があるからね。ただし、無敗ということはその分何か弱点の発露能力の差でごまかしている可能性もある。例えば無敗で中央競馬の三冠馬になったディープインパクトも最高峰の競馬を悪い意味で結果が出ているから、そこから出ることができずに、3歳の有馬記念では先行したハーツくらいを捉えられなかったり、凱旋門賞は禁止薬物検出で失格だったけど、スタートが良すぎて小頭数も有馬で競馬をして、武豊いわく飛ばなかった結果になったし、コントレイルの場合は世代のレベルが少し低かったのか小馬になって1勝しかできなかったし、足元が悪いのはそうなんだろうけど、それを含めて競争能力だし、おお、あれそうなこと言うわね。ディープインパクトとコントレイル、2頭の三冠馬は無敗の南関東二冠馬、名馬候補のミックファイアを検証する上でいろいろなものを見せてくれるんだけど、まずディープインパクトからは無敗ゆえに客室転換やいろいろな適性を試すことができない。結果も出ているしね。そして、コントレイルからは競馬は絶対評価のスポーツではなく、相対評価のスポーツであるということがわかるわ。つまり、外的環境と内的環境両方が異様の原動力にもなり、崩壊の原因にもなるわけね。そう？だから無敗ってのも考えものなのよね。で、今回はほとんどの地方馬がその壁に屈してきた中央馬との対戦の場。こういう重賞、地方の3歳馬にとっては JRA に挑戦しなければ中央馬との対戦は地方こういう重賞の限られた対戦しかない。そのために地方の有力馬がボコボコにされてきた歴史があるわね。そうね。まだエーデルワイス賞、JBC 2歳優秀、兵庫ジュニアグランプリ、全日本2歳優秀なんかの2歳戦ではまだ地方馬の健闘が目立つけど、関東オークス、兵庫チャンピオンシップ、ジャパンダートダービーになると、そのなりは潜める印象はあるわね。地方2歳の使い出しは早いし、そのアドバンテージがあるからね。それが3歳になってからの半年で完全にひっくり返るわけね。悲しいけど、それが事実ね。そして、この前の動画で地方馬がなぜ中央馬に勝てないのか、地方の怪物はなぜ中央馬に負けてしまうのか、という動画をやったけど、今回のミックファイアがジャパンダートダービーで勝負になるか、という内容の前編的な動画なんだよね。おお。この動画では結局、いくら地方競馬がネット投票解禁とコロナ禍で急回復、急成長し、賞金を増額して、新馬が来てくれるような補助金や体制を整えたとしても調教施設が競馬場だし、厩舎の予託料が安いから設備の整った外厩に入れない。そのために調教設備、販路の有無で瞬発力が鍛えられるか、そうでないために最高速と最高速に達する加速力が鍛えられないため、上がりのタイムが出にくい。という結論で地方馬が中央馬に勝つことはかなり難しいっていう結論だったわね。もちろん、地方競馬にいい馬が入らないというのも原因としてあるけど、馬なんてよくわからないからね。それに遺伝子のプール的には人間よりもサラブレッドは類似性が高いわけだから、どこから出るかわかんないわけよ。成長ですごい馬に急になったりするし、そもそも人間の走馬眼なんて当てにならないからね。でも、今回地方の怪物候補のミックファイアが出てきた。彼は認定外級の勾配率 3.5% の800メートルの販路で鍛えられている。おお。ということは、今回は地方馬の調教施設の問題は解決されていると言っていいわけね。もちろん、ノーザンファーム 10A、しがらきなんかの販路と比べると見劣りはするけどね。だから、それを踏まえて改めてミックファイアを検証し、
南関東3冠を中央馬を蹴散らして、達成できるか。考察していくわよ。おお、じゃあ、解説スタートよ。前回のなぜ地方馬が弱いのかの動画でやったけど、東京ダービーとジャパンダートダービーの結果を検証することによって地方馬が中央馬に勝った事例の理由を解き明かしたけど、まずは参戦する中央馬の質が低い時。ぶっちゃけこれだったんだよね。身も蓋もないわね。で、ジャパンダートダービー2着のハッピースプリントのタイムを見ると、東京ダービーは両馬場で2分 5.9 秒で上がり3ハロンが 37.0 秒。と10年間のデータの中では抜けているタイム、さらにジャパンダートダービーではタイム差なしのやや重の馬場で2分 3.9 秒で上がりが 37.2 秒。勝った風の子は上がり 36.5 秒だったけどね、この表の東京ダービーの欄を見ると、ハッピースプリントの傑出度は飛び抜けているわね。そうね。だから、ハッピースプリント並みの傑出度がミックファイアにあるかどうかね。確かにミックファイアは南関東2冠を制しているけど、同じ時期のハッピースプリントと比べると、どうなのかしら？そうね。これが同じ時期のハッピースプリントの戦績だけど、ダートでは負けなし、JRA の芝に挑戦して函館に再ステークス、コスモス賞ともに5着、芝でもそれなりのスピードがあったわけね。さらに今の JBC に最優秀、全日本に最優秀を勝っている上で門別から移籍し、京浜杯から南関東2冠という成績なわけ。これは、ミックファイアよりすごいわね。そうね。ミックファイアの騒がれ方の割にハッピースプリントの同時期の騒がれ方は本当に小さいものだったからね。しかし、そのハッピースプリントでもジャパンダートダービーで風の子に負けて、その後は浦和記念で輝くも、中央馬に蹴散らされた記憶の方が多い。これでもダメなのか。しかし、ハッピースプリント2着のジャパンダートダービーの中央馬のレベルは低かった。は？勝った風の子はこの後勝てなかったし、フィールザスマートとランウェイワルツがコバダートオープン勝つくらいだし。おお。でも、今回も UAE ダービーのデルマ外掛けも出ないし、ユニコーンステークスのペリエールも出ないわね。そう？そういう意味では間違いなく、ミックファイアは恵まれている。つまり、無敗の三冠馬のコントレイル的な相対的な意味では間違いなく勝利に近いわけね。そういうことね。でも、まだディープインパクト的な理由。馬が強すぎて、馬の可能性や客室などの工夫ができない場合の面も見ていかなければならないわ。そういう視点で見るときに一つ疑問が出る。ミックファイアって本当に強いの？どのくらい強いの？さあ、羽田杯も東京ダービーも上がり最速でぶっちぎって勝ってるじゃない？あのねー、いくら地方競馬でインパクトのある勝ち方してもあんま意味ないのよ。ハッピースプリントだって羽田杯は 1.0 秒差の5馬身差、東京ダービーは 0.8 秒差の4馬身差で勝ってんのよ。おお。そうなると、両競走とも 1.2 秒差で6馬身の差をつけていても傑出度はハッピースプリントとどっこいどっこいの可能性があるわけね。何度も言うけど、現時点でハッピースプリントと比較されているだけで名誉なことであるんだけど、で、下の欄にミックファイアの東京ダービーのタイムを入れたデータがこれね。おお。不良馬場だけど、走破タイムは2分 4.8 秒。ハッピースプリントの2分 5.9 秒よりも 1.1 秒も早いじゃない。そうなんだけど、馬場が渋るとダートは速くなるから単純比較はできないけど、少なくとも弱くはないわね。ただ、個人的に気になるのが馬場が水を含んで速いにもかかわらず、1000メートル通過が 63.7 秒のスローペース。そして上がりが 37.0 秒。これをどう見るかね。後半1000メートルが速くなった結果とも言えるけど、個人的な感想は随分楽して逃げて、上がりが 37.0 秒は少し不満なのよね。おお、で、ミックファイアはデビューしてから一冠で逃げるか、2番手追走から3、4コーナーで逃げ馬をかわして、ゴールするというパターンの競馬しか経験していないが、それができたのは地方に点を争ってもミックファイアの能力に影響しないレベルで追走できる程度のペースでしか地方のライバルは逃げられないからだ。今回は控えたらダメな水戸の王がいるからね。ペースは最低でもミドルペース。
1000メートル通過が62秒台中盤から前半にはなるだろうね。じゃあ、同じ1800メートルの水戸の王が勝った福裕ステークスとミックファイアの羽田杯のペースを分析しましょうか。福裕ステークスには羽田杯2着、東京ダービー2着のヒーローコールが出ているけど。そうね。しかも賞金の関係で他の馬よりプラス1キロの57キロで3着。しかも、ヒーローコールが来年から交流重賞になる雲取り賞でアメリカの G1。ケンタッキーダービーのステップレースであるサンターニタダービーを僅差の2着だったマンダリンヒーローに勝ってる。というのもミックファイアの注目度を上げているわね。おお、個人的な見解ではアメリカのダート競馬は序盤からガンガン飛ばす競馬だから、半路調教ばかりやっている馬は不利だと思うのよね。ケンタッキーダービーで中央馬が海外遠征しても業績残せないのはそこかなと。どういうこと？アメリカでは半路調教をほとんどやらないから、地方競馬と同じで平坦コースをガンガン道中から飛ばす競馬なわけ。だから、半路で瞬発力を鍛えた馬は向かないんじゃないか？ってこと。筋肉的に言うと瞬発力が向上する理由は持続力を司るチキンが半路調教によって、瞬発力の高い中間筋に変化するからで、チキンの部分が小さくなれば持久力はその分なくなるわ。筋肉のトレードオフ理論ね。だから逆に半路仕上げではない地方競馬の馬の方がアメリカ競馬は向くんじゃないか？持久力で押せる平坦コースならば。と思っているわけ。つまり、マンダリンヒーローの構想は驚きだったけど、半路調教に頼らない地方競馬だからこそ達成できた面もあるわけね。なんせプリークネスステークス勝ってる馬はマンダリンヒーローが2着の時4着だったからね。地方競馬のレベルの高さを示したのか、アメリカ競馬における適性を示したのか、という議論があると考えるのね。そういうこと。だから、これだけを切り取って日本のレベルは向上したんだ。とも思えないわけなんだよね。そういう余白を議論していないから、おお。話が横道にそれたわね。福裕ステークスの結果がこれだけど、ヒーローコールは3着。大健闘だし、同じ金量だったら逆転も可能かもしれなかった。しかし、ヒーローコールの上がり3ハロンは 39.0 秒。水戸の王よりも 0.2 秒遅い。これじゃあ、永遠に差がつまらないわね。しかし、ヒーローコールのコーナー通過順位は13、13、5、4と向こう上面で仕掛けて、ガンガン飛ばしていくいわゆるロングスパートである。半路調教ができない地方競馬の馬は持久力を生かすしかないから、この戦法がいいわけね。そしてこれが福裕ステークスのラップなんだけど、不良馬場で1000メートル通過が 61.2 秒と速いペースで流れたため、みんなバタバタになりラスト1ハロンは 13.8 秒とみんな歩いている。ちなみに単純比較すると水戸の王とヒーローコールは 0.8 秒差があったわ。そして、これが羽田杯のラップタイムなんだけど、ミックファイアが1着でヒーローコールが2着ね。タイム差は 1.2 秒。それを考えるとミックファイアに軍配が上がりそうだけど、まあ、見ていきましょう。1000メートル通過はやや重ながら 61.3 秒。水戸の王のペースより速いじゃない？走破タイムも福裕ステークスよりも同じ距離で 1.0 秒ミックファイアの方が速いわ。それにラスト1ハロンは 12.4 秒。ミックファイアは垂れていないわ。ミックファイア強すぎんだろ。本当にそうかしらね。不良馬場とやや重のどちらが速くなるのはわからないけど。仮に一緒だと考えると水戸の王とミックファイアならミックファイアの能力が上だ。しかし、同じ速いペースで一方は同じヒーローコールも垂れて上がりが 39.0 秒なのに、もう一方は垂れずにヒーローコールも 38.0 秒の上がりを使っている。確かに。ちょっと疑問ね。その答えは中山が高低差のあるコースだから馬が疲れてしまった。という理由ね。そして、ヒーローコールがもし福裕ステークスも羽田杯も同じクオリティで走っているとしたら、平坦の多いコースでは水戸の王はもっと早く逃げて、上がりももっと使える可能性が高い。田原正規が言ってたけど、坂があるコースが強い馬は平坦コースに行ったらさらに強い理論ね。だから、私はミックファイアは逃げることができずに水戸の王の2番手で競馬すると思うのよね。おお。
つまり単純なスピード勝負では先行争いに負けてしまうと、で。ミックファイアの末足なんだけど、ハイペースの羽田杯で上がり 37.2 秒、スローペースで楽々先手取って勝った東京ダービーは上がり 37.0 秒、ぶっちゃけためてもためなくても同じような末足しか使えないような気がするわね。つまり瞬発力の馬ではなく、ある程度のスピードで長く足を使える持久力が優れている馬だと思うのよね。これは中央馬と比べた場合の論だけどね。それでもハッピースプリントくらいの上がりは使えているから地方の怪物というのは間違いないけどね。あとはこの頃の大井のタイムがぶっ壊れたように速いのも怖いし、ミックファイア自体湿った馬場の時計しかないのも怖いところなんだよね。この前の帝王賞なんて両馬場で2分 1.9 秒といつもより1秒から2秒速いタイムだったし、この馬場がもしミックファイアの時にも存在していたら、時計的根拠がなくなっちゃうわね。それに東京ダービー2着のヒーローコールだって、走破タイムは2分 6.0 秒で例年の東京ダービーの勝ちタイムと比べると高タイムだし、ハッピースプリントの優勝タイムのプラス 0.1 秒なわけよ。つまり、ミックファイアの時計は疑ってかからなければならないわけね。そうね。以上のことを踏まえるとミックファイアがジャパンダートダービーを勝つには無向上面で仕掛けて、ロングスパート、水戸の王に競ることで足を使わせてすりつぶして、そこからゴールまで我慢すれば勝てると思うわ。大体どれくらいの確率なのかしらね。仕掛けどころを間違うと水戸の王に逃げ切られるからね。平坦コースだと水戸の王は兵庫チャンピオンシップみたいなレースする馬だしね。後ろは問題視しなくていいと思うわ。どうせ水戸の王のペース、武豊が逃げ馬に乗ってペース判断を間違えることはあまりないし、確実に後続をすりつぶしてくれるわ。つまり地方馬の持久力勝負のロングスパートに持ち込めば勝機はあるわけね。そういうこと。だいたい勝率は 30% というところね。個人的には大井の馬場が速すぎて適性があったことで押し出された馬だと思うんだけどね。今回は中央馬が強くないし、勝てる確率は結構あると思うけど、最終的に羽田杯より距離が伸びるからミックファイアの上がり3ハロンは37秒台後半で上がれれば上出来。水戸の王が38秒前半か後半か。その上がりによって着順は変わるわね。つまり2頭のマッチレースなわけね。最後の南関東クラシックだからね。最後の最後で三冠というのも美しいけど、中央競馬の化身の武豊が悪役になるか、どちらにしても楽しみね。以上になります。そういえばミックファイアの上って京都サラブレッドクラブで募集されてたそうだよ。おお。でも、夢あるわね。最近は車台以外にも馬産地に活気が戻ってきて、生産した馬が売れている証拠なわけだからね。おお。でもシルクの会員の競馬ゆっくりとしては日高の馬が走るとムカつくんじゃない？確かに。それはあるわね。でも、それも競馬よ。私には馬を見る目がないからね。ある程度アソートされた中から選ぶ方がいいし、それにそういう走馬眼で成功体験を味わうとクラブ数もそうだし、獅子頭数にも歯止めが効かなくなるからね。そういうやつの慣れの果てはクラブ募集場の評価を過去の走馬眼の栄光を宣伝して、情報商材で売ることになるからね。それはやばいわね。YouTube にもいるぞ。は？高評価ボタンチャンネル登録お願いします。それでは。